つもご視聴ありがとうございます。ずっとのびのびになってましたワンピースをついに一つ作ってみました。画像ではちょっと分かりにくいかと思うんですが、こちらのコーデュロイの、冬物のね生地なんですね。型紙を使うのが結構苦手で適当に切って、このベルト部分もちょっと自分がね想像した感じでつけてみたんですけど、いつも着てますこの朝のワンピース、この形がすごい好きで、これをだいたい真似してちょっとトレースしてみてこの感じにしてみたんですけど、ただですねこれちょっとあの冬物としては前の襟が開きすぎているのと、胴の長さがですね私背が低いので若干短い方がバランスがいいかなと思って、胴体の部分は少し短めで、襟ぐりはですね少し詰まった感じで作ってみました。袖口とかはねほぼ一緒で、タックの感じはちょっと違うんですけど、あのもうちょっと本数を増やしまして、生地が厚いので若干広がりを抑えた感じにしてあります。スカートの方は1枚生地なんですけど、胴体部分はね裏地をつけたんですね。そうするとですねあの結構分厚くなってしまってこうゴワゴワ感があったりとかして、こちらの方もねゴワゴワしてね浮いた感じになっちゃうので、この1枚裏についてたのを自分で剥がして取ってるんですね。それでまあこんな変な、バイアステープで縁をごまかした感じにしてるんですけど、まあ冬物のあったかいワンピースがねそもそもあんまり持ってないということで、冬に着るために作ったので裏地をつけたんですけど、あの試着してみたらね肩のところがやっぱりこう浮いた感じになってしまって、肩の角度をね一回全部剥がしてこう変えたんですね。もうちょっとなだらかな感じに、もうそれがね丸一日かかってしまって、そもそもねサムネのタイトルで1日で作れるワンピースみたいな感じで出したかったんですけど、初心者のものでいろんなところを縫ってはやり直しっていうのを繰り返したもので、結局ね4日間ぐらいかかったんですね。今回はですねまともに作るのがまあ初めてということで、ファスナーもボタンもなく、こう形のサンプルとしてちょっとねこういう感じがいいなというのを作ってみました。いずれはですね、まあ、この脇にファスナーをつけるか、ここに一つだけね引っ掛けるタイプのボタンをつけるのがまあ簡単かなとも思ってるんですけど、まあ自分的にはですねこの肩の部分が、ボタンで2つボタンかなんかでこうオープンにできるのがね一番なんか年取っても着替えやすいかなと、なんかこう手が届きにくい場合があるんでね無理くりかぶったりとかねいつもしちゃうんですよね。先日ミラーカバーを作った時に、内側に使った生地ですね、それをねこの胴体の内側につけてみました。アイボリーとか白でもいいんですけど、ここ柄があった方がねちょっと手作り感が出て楽しいかなと。でちょっと失敗したなと思うのが、この胴体部分に厚みが出ちゃうと体に沿わなかったりゴワゴワしちゃうので、こちらのこのテーピングの布なんですけど、これ袖ぐりとまあ首周りですね、こちらをねやっぱ薄いバイアステープみたいな薄い生地でねやればよかったなと。コーデュロイなんで結構分厚いんですね。でここもコーデュロイになるとちょっとモコモコ感があるなと、あの作ってみて結構ねこれ失敗だったなっていうポイントが5箇所ぐらいありまして、まあどうしても直さないといけないところも2箇所ぐらいあったんですけど、まああとはねもう今回は着れないことないんでそのまま目をつぶりまして、次回その5つぐらいある悪かったポイントをですね修正しながらちょっと作ってみたいなと思ってます。まああの今回はこのベルト部分みたいなのをつけてみたんですけど、こちらをつけるとですねちょっとやっぱりよそ行き感みたいなのが出てきちゃうので、まあこれ安い生地で普段着ということで作ってるので、こちらなくてもまあいいかなと。でこのウエスト部分が、まあ、身長にもよりますけど好みでもっとローウエストとかハイウエストとかでも、ハイウエストだとこうもうちょっと可愛らしい感じになって、ローウエストだとお姉さんっぽい感じになるかなとは思うんですけど、まあ既製で売ってるものよりはですねハイウエストにした方が、私の場合は背が低いのでまあいいかなと思ってます。この肩の角度を変えてからちょっとね試着してないんですね。で早速ちょっとねドキドキで怖いんですけど今から着てみたいと思います。
ですけど、やはりここのね襟が、私いつもそうなんですけど、ちょっと浮いた感じになっちゃうんですね。私は着るものによってね、モチベーションがもう全然違うので、ベストなものを着たいんですね、自分の中で。デザインはもちろんなんですけど、着た時のこの形がですね、自分のイメージにピタッと合わないとやっぱり嫌なので、こう V の字に直すか、もしくはもうちょっと広めにするとか、やっぱりちょっと着る気持ちにならないだろうなと思うので、まあちょっとね 2,3 他にもアイデアがあったので、直せる時に直したいと思います。